はい、とりあえず昨日はめられなかったんですけど、今度はここ40、50ミリ用の大きい方を買ってきたんで、多分これではまるかなと思いますんで、やってみたいと思います。台所用なんですけど、でもサイズこれしかないんで、これでも別に問題ないと思います。床汚いよね、多分湿気対策とか全然やってなかったからこんな腐食してんだと思います。これ取り付けたら、あの、やっていきたいと思います。お、こんな感じではまりました。大丈夫そうですね。こんな感じ、お、こんな感じで大丈夫そうですね。これをどこまで必要なんだか、でもこれでいいか。50センチだとこれ、50ミリだとこれいらないらしいんで、これ取ってこっちだけですね。これでいいはず。はい、見えませんと。わかんないけど、触った感覚では隙間ないんで大丈夫だと思います。これで、はい、完了です。で、とりあえずこの下床は今ちょっとペイントしていこうと思います。はい、今度台所やっていこうと思います。台所はこっちのさらに大きいやつ買ってきました。これでやっていきます。まずホースエンドを切り離します。これですね、これを切ってきます。はい、切りました。で、ねじ込みます。入りにくいときは水をつけてください。はい、なんかネットとかで見るとクレゴを潤滑油とか入れるといいですよって書いてあったけど、あ、水でも十分入りますね。上向きに広げてから排水パイプに差し込みます。これを上向き、こんな感じ。ちょっとまだ全然先っちょの方なんで、もっとこれもきついよ。あ、出てきた。あとは引っ張る。お、パイプを引っ張る。引っ張るけど動かないし、あ、こうやります。こうやって回していくと楽でした。ひたすらこれ回していきます。相当上なんで、台所汚いですよね。お金があれば全部買い替えたいんだけど、とりあえずこのステンレスと木の部分、まず木の部分は全部
塗り塗装してペンキ でこのステンレスの部分ちょっと下がってるんですよ。下がってるんでここはなんかアルミテープかなんかでちょっと上に貼り付けてやろうと思います。でそれでもなんか使えなかったりちょっとなんか問題あったらその時はもう新しいの安いキッチン買って買い替えようと思います。こんな感じですかね。もうちょっと上なのかな、わかんないけど、ちょっと上目にしておきます。もうちょっとだもん。これの距離考えるとここぐらいまでないと厳しいよね。こんなもんでいいんじゃないでしょうか。もうちょっと上か。ちょっとまだこんな感じでちょっと湾曲しちゃってるんで、もうちょっと上にやっていきます。なんかベニヤで挟まれてこっち側ちゃんと入ってないんですけど、こっちはいいんで、で隙間はなくなったんで多分できたと思います。はい、わかんないです。匂いしたらまた見直します。はい、以上で終わりです。